こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、出品価格の値付けの基本ということでね、30ドルと値付けをするより、1セント安く、1セントだと、まあ、1円未満の金額ですけどね、安く29ドル99セントと値段をつけた方が、心理的に安く感じるので売れます。例えば、ベストセラーランキングの値付けを見るとそうなっています。このようにね、これまさにその今の事例通りですよね。30ドルではなく29ドル99セントとしている。こちらも34ドルではなく33ドル99セント。こちらも10ドルではなく9ドル99セントにしてます。まあ、一部、ね、コレクター商品とか趣味性の高いものの場合ね、この端数をつけない方が、ね、いいというのもあるんですけども、それごくごく例外なんでね、基本的にはこのぴったりの値付けをするんではなく、ね、1セント安くして99セントという値付けにした方が、まあ、安く感じてもらってね、売れやすいんで、そのように値付けをしてください。まあ、実際の値段ね、これでいいでしょうか、ね、これいくらで出しましょうかというのはね、また個別サポートの会員さんは、まあ、聞いていただければ、値段そのものをね、お答えしてますんで、お気軽にお問い合わせください。割ときっちりしたね、この30とか40とか20とかいう数字をつけてる会員さんが多いんで、まあ、基本として99セントにしないとね、売れにくいということはないんですけどね、99セントした方が、まあ、大抵売れますんで、まあ、お試しください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。